24歳で、職業は歯科衛生士です。清楚系です。清楚系です。まあいい人もすごいいるんで、清楚な、本当に清楚な人は清楚なんですけど、清楚系な見た目の子ほど結構そういうことがあったりするパターンが多いので、私の周りには意外とギャルの方がいいかもしれない。18歳学生です。可愛くない女、顔は大事もう何でも許しちゃいます。友達が多すぎる女、男の友達が多すぎる 女、ね、絶対浮気する。時間にルーズな人とか、分かんない、私です。ルーズだよね。奢ってっていう人は付き合わない方がいい。口だけ女はちょっと付き合わない方がいいと思う。いろんな男の人にボディタッチしながら褒めてる人常に人を褒めて、男の人をめっちゃ立ててる人とかはやめた方がいいかなって。マウント取る人、好きな人の話をするとその人に対してアプローチをしだす。それを女の子がやられてるみたいな。めっちゃ派手な人すごい人だなみたいな、威圧感ある人相手のことを思いやれない人、まあ、でも男女問わずだと思うんですけど、やっぱりそういう方は多分男性のことも考えてあげられないかなって思うので、やっぱ思いやりのある人がいいと思います。妹キャラがメンヘラだと思うメンヘラ系の子は付き合わない方がいいと思う。